スペシャルバラードをお届けいたします。ピアノ上達は小さなことをコツコツと、右手左手の音量バランスを考えてフレーズ豊かに弾くのも大切です。バラード、秋分の日も過ぎ、三連休も二日目スペシャル、毎日絶好調のドレミファ、音符姫、可愛い子供たちをお守りし、ピアノが大好きになるコツも心得ております。良い子の皆さんも、連休中は大いに遊び、大いにお外でマスクを外してかけっこしたり、追いかけっこしたり、だるまさんがころんだなと、あっち向いてふい、あ4歳、あ6歳、あ9歳、なと、楽しく学ぶことも大切です。なんと夜行性の動物はフクロウ、ちょっとつむうしん、起死回生、一期一会に美男美女、喫茶すみっこ、お客様今日は何のメニューなさいますか？クリームソーダもいかがですか？サンドイッチ、ミックスサンド、ハッピーセットも当店にはございます。ハッピー、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 ハッピーセット。胡蝶しのぶに、雨のりくん、しまちゃん、ベル、みんな大好きキャラクター、マスコットがあればいいな。当たり前だのクラッカー。カエルぴょこぴょこみぴょこぴょこ。東京許可、許可局。隣の客はよくかき子客だ。青巻き紙、赤巻き紙、黄巻き紙。生麦、生米、生卵。みんな子供たちはとってもいろんなことを先生に話してくれます。ピアノが楽しくなるおまじないもちゃんと心得ております。特に平音記号が読譜が難しい
とお悩みの方、先生がいつもしっかり楽譜をサポートしております。平音記号の1、楽譜の1、ゆっくりやれば怖くない。ずっとにらめっこ、ずっとにらめっこして、多彩な音楽用語も少しずつ身につきます。子どもたちの能力を信じて励まして勇気づけてあげましょう。周りを見渡す初見力、臨機応変、どんな曲でも頑張れば必ず弾けるようになるということを皆さんもちゃんと知っておいてくださいね。それではまた。いつも頑張る良い子だにゃ。オーロラ姫にジャスミン、白雪姫、エレナもいたわ。喫茶すみっこ、祝日も絶好調でございます。メニューの引き出しはたくさんございます。ぜひ喫茶すみっこ、特にお話が長くってつい時間が経つのが忘れちゃうのも先生の悪い癖ですが、子どもたちと遊ぶこともとっても大切になってきます。おかしく学んでおります。それではさらーさらー、今夜はドレミファ、チビクロさんの別名リングの貞子、おっと松島奈々子でございました。